リチャード・ベッドフォード・ベネットはカナダの政治家。保守党の党首を務め、1930年から1935年までカナダ首相の地位にあった。1870年、ニューブランズウィック州アルバート郡のホープウェルに生まれた。教師、弁護士を経て、1909年よりアルバータ州の下院議員となり、1911年にカナダ連邦の下院議員となった。 1921年に交省、1926年に財省を務め、1927年には保守党党首となった。1930年、マッケンジー・キングから政権を奪い、第15代首相に就任した。ベネットが政権を獲得した背景には、当時の世界恐慌に対する自由党政権への不満があった。ベネットは従来までの自由放任政策を批判し、 雇用の喪失を公約していた。政権獲得後は、イギリス帝国内での経済的な結びつきを強めようと、オタワ会議を主導した。しかし、こうした試みも、各国の足並みが揃わず、成功とは言えないものであった。1935年より、アメリカ合衆国に習って、カナダ版のニューディールに着手した。しかし、強権的な中央政府による経済統制は、 州政府や民間企業の反発を招いた。それまでの不況対策がさほど身を結ばなかったこともあり、同年の選挙でマッケンジー・キングが政権を奪回した。こうしてニューディールは短期間で挫折した。1938年に政界を引退した後、イギリスに渡り、そのままイギリスに永住した。1945年から1947年まで、 科学技術産業振興協会会長を務めた。1947年にサリー州のマイクルハムで死去した。ありがとうございます。